とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダムタワーやっていきたいと思います。報酬はランダムに選ぶというやつですね。クリアをするときに、上の何番目とか、下の何番目、そういった風に宣言をしてアイテムを取っていきます。では、行きましょう。このランダムがね、なかなか難しいんすよ。もうなんだろう、自分で宣言せずにね、そういう機能があってくれれば一番いいんだけどね。そういうの俺実装した方がいいと思うけどな。だいぶこれ、難易度が上がって面白いんだけどね。よし。まあ、とりあえず1階はデフォルトの装備なので、難しくはないでしょう。さあ、あぶねあぶね、よし、終わりだね。今回1階2階に箱があるから余裕です。これ汚染された種を取ると大当たりなんだよね。どこだったっけ、下の一番左、ほら来た。ほら来た。オッケー。でももう次は覚えてないかも。でもね、この種があると、だいぶね、難易度は下がるちゃ思うよ。この種のね、存在はかなりでかい。よし、いい感じ。ちょっと、矢を取ってきまーす。もう最後の方までね、この種使えるんで、いいっすよね。オッケー。まあこのね、1階、2階とか、その序盤の方は、とにかくこの種だけで倒せるぐらいなんで。しゃあ、終わり。上の一番右。槍か。ああ、そうか。ここなんもいらんかった。槍ですか。鉢を入れていくか。オッケー。行きましょう。まあ、もう別に戦いにくいやつじゃないし、いいんじゃない？鉢もついてるしね。行け。鉢がついてれば、結構いい戦いできると思うよ。タワーでの蜂はね、かなり優秀なので、いいでしょう。あ、と、この、そうだそうだ、種との相性がいいんだ、これ。種との相性が抜群なのよ。あ、これは結構今回楽だな。おそらく。あぶねえ。よし。で、また矢が出てきた。取らない。下の一番右、ここ取らない。ああ、ここはいらないよ。オッケーで5回あたりなんかあった気がするんだよな。まあいいか。まあまあ完全にわからない感じでいきましょうか。いや、もう実際全然覚えてないからね。どこに何があるかって完璧には全然覚えてない。後半になるにつれ全く覚えてないからね。オッケー。いいよ。おお、いや蜂が本当にいい。あと2体ぐらいで終わりじゃない？いや、この槍ものすごくいい。この槍はめちゃくちゃいいぞ。はいはい。まあまあ、槍自体すごくいいとは思ってたけど。ここで使えるね。下の真ん中。うっそ！あー、ファントムの方がいい。まあ、そうね。ツタで絡めてなんとかするか。にしても良くないぞ、このエンチャー。まあ、雪玉2入れとこう。
耐久力は、実際若干下がった感じになると思う。で、こうか。やだなぁ。やだなこれ。いや、でも槍だから意外といけるぞ、これ。うん、槍がものすげえいい感じだわ。ナイス。ハチマジナイス。やば。よし。とあとね、この汚染された種ね。もう種最高。もう爆食じゃないっすか。下の一番左。うわ、違った。ボーンクラブあたりが来たかなと思ったんだけども。まあ、クレイモはね。いけなくはないよ。いけなくはないよ。吸血入れるか。と、蜂だな。うん。吸血蜂でいきましょう。いや、これでね、新たな発見が何かあればいいけど。まあ、吸血があるんで、まあ、そこそこ楽ではあると思うよ。うん。オッケーオッケー。よし、名もなきものみたいな感じでね。いや、名もなきものじゃねえわ。それ敵の名前言ってどうする。爆発する？しない？するよね、OK。 全く問題なし。で、そろそろボーンクラブか。どこだったっけ。下の一番左だった気がするんだけどな。下の一番左。あー、違う、下の真ん中かよ。うわー、やっちゃったな。まあとりあえず雪玉3入れとけばいいっしょ。うん。でもともとクールダウンついてるのでいいんじゃない。よし。いやー、火力貧弱。蜂が出てきてくれ。オッケー。これ耐久力ないわ。オッケー。いやー、このクレイモはダメだ。これはいかん。まあまあ吸血があるからね、回復はするんだけど、ちょっと待て。これは上の真ん中。うーわ、シュルカーか。まあ、囲まれた時にはいいだろうけどさ。あ、ポーションバリアあるわ。うん。もういざとなったらポーションバリアよ。で、タンプルミ入れとくか。30% だとあまり召喚はしないんですけども。ライトしましょう。武器かな、ここは。ブロードソード。あー、心奪うものの方が良かった。あ、ならダブル吸血になるのか。はい。火力ぼちぼちある。で、この4体以上に囲まれるってやつがもうちょっとね緩和されればいいんだけど、結構ギチギチに囲まれてないとダメなんだよね。よし。おい、うまいこと変更が発動してるね。じゃあ OK。 まあ問題ないかな、ここは。で、ボスもクレイモアだと落としやすいんでいいでしょう。上の一番左。また防具ちょくちょく変わるね。何つける。いや、別つけるやつあんまないよ。おーよくねえな。まあ変更入れとけ。で、こっちを蜂をちょっと多めに入れて、
なんとかするか。で、アイテムボーナスも入れとけ。吸血もちょっと多めに入れとけ。厳しいぞ、これ。まあ、とりあえず、伸びを落としましょう。この辺だったっけ？いや、そっちか。よし。落とせ。オッケー。もう問題はないかな。オッケー。うわー、食らうねー。うそ。矢を使え。よし、終わりだ。よし、まあまあまあ大丈夫ね。防具変えたいな。下の真ん中。よし、よし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 、スパイダー来た。でも防具はあんま変えたくないな。あ、でもこっちのスパイダーか。クールダウンなしの方だね。激光ぐらいか、とりあえずは。行きましょう。でもまあ問題なくはいけるかな。 OK。 最初のね、あのクリーパーが結構びっくりなやつなんだ。あっぶねー。クリーパーには注意しましょうね。お、はい。あ、うわ、全然倒せねえや。これじゃあ全然倒せない。よし、 OK。 いいね、蜂がどんどん生まれてくるよ。ナイス、ナイスすぎる。まあまあ余裕ですね。防具は変えたくない。上の一番左ダガーか。ああ、ここにそうか、ドラがあったのか。ああ、いやいや、アップドアフトよかったな。ダガーダガーダガーでいけと。いやー厳しいぞ。まあまあ蜂はあるね。蜂弱体化でなんとかする。いや、今のところドラが欲しかったな。いけるかこれ。よし、あ、でも蜂がついてるとだいぶ楽だわ。おう、蜂めちゃくちゃやっぱりいいね。おう、パワーでの適性はもう抜群だ。 OK。 まあ、ネギいいね。ナイス。いや、蜂がやっぱり強い。ダガーでいけるわ。いや、火力ねえな。ダガー火力ないわ。武器変えたい。下の真ん中。いや、違った。うわー、輝くローブか。まあ、いけなくはないかもしれないけど厳しいね。霊気2ぐらい入れとけ。とりあえず近接で倒して蜂を出そう。出てくれない。うっそー、ダンサー。あ、 OK。 蜂が出てきてくれればだいぶいいんだ。よし、でまだ全然毒で倒していけてるね。 OKOKOK。 いいよ、いいよ、いいね。ナイス。全然いける。やっぱ最初に汚染された種取ったのはでかいよ。これだけでいけてるようなもんだからね。よし、あと上に1体で終わりですね。いやー、輝くローブよかったのか。これどうだ。
上の真ん中。うわ、釣り竿か。ちょっと待って、コントローラー変えていきます。で、次はいけるよね、いけるね。 OKOKOK。 でもこのリーチはないな。このリーチは、あ、おお、いいね。強いよ強いよ強いよ。うんうん、単体火力としてはもう抜群。でも、うーん、これじゃないんだよな。この武器じゃないんですよね。やべえ。オッケー、いいんじゃない。海鮮串焼き、何それ。トロフィーもらった。トロフィーもらうって結構珍しいもんね。海鮮串焼き、何、あのトライデントの爆発で何体以上を倒すとか、そういうやつかな。珍しいトロフィーもらっちゃった。よし、いけ。オッケー。下の真ん中、うわ違った、ボーンクラブが良かったな。厳しくなってくるかもよ。でも氷の杖強いからね。 OK。 お、いいダメージ出すじゃん。ちょっと待って、これ普通に倒せない。これは釣り竿連打じゃないとお手もじゃないけどいけないな。いや釣り竿だったら余裕だよ、余裕で勝てる。じゃあ、おうおうおう、いいんじゃない。この輝くローブとマッチしてるよ。おお、いいね。上の一番、あ違う、待て、さっきボーンクラブそこにあったから、下の一番左、違った。でも弓が変わったね。でも速射か、これじゃないぞ。でここ結構難しい場所、いけるかこれ。ここ難しいのよね。霊気をもう一上げていこうか。うん、そんぐらいしか対応ないな。待て、まあ、うん、一応逃げながら戦う感じでいきますか。 OK、 いいねいいね。待って、動かないとかやめて。危ね危ね危ね。ドン、 OK。お、固まるな、固まらないでくれ。よし、オッケー。あ、意外と余裕。お、落ち着いてきた、全然余裕じゃん。あ、楽勝楽勝楽勝。上の真ん中、レイピア、嘘だろ。レイピアはちょっとさすがに、いやでもまあ途中でね、あれはあるのよ、パワーシェイカーは。なるほどね、これはきついぞ。なるほどね、これはダメージ全然与えられないわ。ちょっと待て、よし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 、オッケー、よし、やべえよ。あ、でもなんとか減らせたね。もうちょっと減らしときたいな。よし、そんぐらい減ればいいか。よし、ナイス、いいんじゃない、余裕だね。よっしゃあ、いやしかしこの火力はないわ。武器が変えたい、武器変えたい。上の一番右、
った。あ、あの、いや、鶴橋取ってもそうだわ。釣竿で連打できないから意味ないんだ。うん、意味ない。そこは防具だよね。さすがに HP 足りないと無理だし。うん、まあ敵は最悪氷の杖でなんとか倒していけるんで、それにかけよう。あー、虚無があんのね。あ、スタンあるじゃん。スタンと虚無入れて、あ、いいんじゃない。ここ結構むずいぞ。ここ結構むずいけどいけるか。よし、待て、ここ危ねえ、危ねえ危ねえ。あそこはね、エンジン、おい、よし、あそこエンチャンターいるとマジやばいのよ。よっしゃ、これできつい。これはさすがにきついぞ。ちょっと待て、よし。あれでも霊液でうまいこと攻撃を、回避というか遅くさせてなんとかなってるわ。おお、でボスまで来た。下の真ん中、上の真ん中でよかった。まあね、うん、種のダメージが上がりましたわ。これは厳しいな。でもまあまあ行きましょうか。行きましょうや。あ、こっちだったか。ちょっと待て。こんなもんか、ダメージが。うん、弓で行こう。これ弓じゃないと無理だわ。よし、行け。お、いいね。やばー、この最悪。やばいぞ。わー、もう、くそ。よし、もうちょっと。マジか、あぶねー、あぶなー、あぶな、死ぬとこだった。もう全体的に火力不足。上の一番左頼む。あ、無知か。まあマシにはなるけども無理なんだよね、これ。釣り竿連打できないんだよな。まあまあまあ、いいか。マシにはなったわ。ならば、吸血毒の雲ぐらいでいきますか。ね。いやー、クロスボウもね、いまいちなんだよな。テンポセット入れとけ。これ、ボスまでいけるかな。いや、クリアできるか。まあこの矢の数だったらある程度安全にはいけるからね。いけるんじゃないか、なんとかさ。うん、テンポセットもいい感じよ。オッケー。毒の雲はね、タワーでものすごい使えるんだよね。それでこの前学んだ。本当に毒の雲はタワーではすんごい使える。よし、で特に弓についてるやつね。弓についてるやつの効果は抜群だ。オッケー。おー、フレーズいかんかい。で先行セットがあるんで動きも制限できていいね。ちょっと待て、こういうのはしっかり取っていけ。 OK、 よし、
よ。終わり。21回クリア。下の一番左行こうかな。おー、なるほど。あ、愛のメダルが欲しかった。愛のメダルが欲しかった。まあ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 、いいでしょう。ソウルも増えるしね。でも増えたところでって感じだけどね。貫通入れるかパワー入れるかだよな。いや、虚無だな。虚無と、貫通入れとけ。はい、いきます。22回、よう来たな、ここまで。あー、テンポチェストの方が良かったかもね。でもこればかりは仕方ない。今回はね、ランダムでやってるんで、しゃあないんすよ。オッケー、いいね。毒の雲がマジでいい感じです。よし、オッケー、いいね。無理か。うわ、減る。ちょっと待って、むちゃむちゃ減る。これ減るな。これはやばい。やばい。うん、メインの敵と戦う前にやばいぐらいに効いてる。よし、オッケーオッケーオッケー。まあこれ救いはほんとね、あれだよ。あっ、ね、輝くローブがクールダウンがちゃんとねついてて発動してくれてるっていう、そこが救いだね。それないとちょっとやばかった。うん、よし、終わり。釣り竿連打できる武器が欲しいね。あるっけ。まあいいや、上の一番右、上一番右。違う、あー、裏切りの刃はいけたけどな。魂の棒か。まあまあ、チャージショットは強えぞ。スーパーチャージ入れ、あパワーの方がいい気がするんだよな。まあいいや、スパチャとパワーを入れていきましょう。うん、多分弓のダメージだけでどんぐらいいるだろう。4,000〜5,000与えれるんじゃない。おおお、いけるね。こんだけダメージがあればそこそこ戦っていける。よし、いいね。いや、倒せはしないんかい。マジで。よし、あぶねえよ。よし、オッケー。どうだ、終わりでしょう。うん、問題ない。25、27が問題だね。下の真ん中。どうする。まあ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 、ここ釣り竿でしょう。うん、それ用の武器が出てこないと使い物にならんからね。狼か、ちゃんと働いてくれるでしょう。うん、ちょっと期待しとこう。君の働きに期待してるよ。よっしゃ、いいね。そっち行かないで。よし、いいんじゃない。最後に現れる、エンチャンターの群れ、あそこをどう攻略するかだよね。うん、あそこ攻略が多分むず、いや、そうでもないかな。うん、
種使って、行けば、いいね。行くぞ、行くぞ、来るぞ。よし。OK。待て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 。よし、OK、OK、OK。ナイス。オッケー、終わり。うん、いけたね。次25回難しいよ。下の真ん中、まあレイピアじゃなかったからいいや。うん、よしとしよう。そうね、まあとりあえず追い打ち、アイテムボーナスも一応入れとったがいいよね。こんな感じかな。おいで、なんとか戦ってあげましょう。し、意外とうん、デュアル棒が結構強いからいいんじゃない。ああああ、いいねいいねいいね。タワーでは意外といいもんね。普段はそうでもないんだけども、タワーでは意外と活躍してくれる。ちょっと待って、ここら辺からいっぱい来るぞ確か。まだかまだか。何かを境になんか急に来るときあるよね。そ、あ、ここだ。ここ注意していけばいいはず。ナイス、いいんじゃない。あぶね。いや、ほんと汚染された種様々だよ。あれがあるから戦えてる。よし、もういけるもんだね。いいよ、もうちょいだ。危ない危ない。下にもいるんかい。よし、終わりだ。まだいた。それかい。はい、25回終わり。上の一番左、変わった。あ、でもまあまあクールダウンはあるし、ポーションバリアある。悪くねえぞ。うんうん、悪くない。ポーションバリアがついたってのは結構でかいと思うよ。行きましょう。で、この次の回だよね、問題は。うん、次の回が難しいんだ。待って、行ってこい。よし、いいね、いいぞ。よし、ナイス。ちょっと開けようか、こいつらが疎い。うん、弓が強い今のところね。今のところ弓が強いからなんとかいけてる。よっしゃ、オッケー、いいんじゃないですか。やべえやべえやべえ。よし、終わったっしょ。あれ、なんかいる。あと、あ、お前か。はい、いけた。次が難しいよ。下の真ん中、ブラストか。これでいきます。これが難しいんだよな。
なんかねえかな、なんもないねえ。そうねえ。マルチぐらいかな。あぶねえ。ちょっと待って。まあまあまあ、足止めしていけばいけるぞ。オッケーオッケー。うん、ブラストむちゃくちゃ使え。ブラストを。ならいけるぞ。オッケーオッケー。で、アイテムボーナスで出てきてくれたやつを取っていけば、これ意外といいぞ、意外といけるぞ。オッケー。どこだジオマンさんは。いた。ちょっと待って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 、あっぶな、あっやっべ、よーしやっべ、あっぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、俺その子に突こうとした今。終わりでしょ、まだ。え、どこいる、どこいる。ああ、なるほど、柱か。あ、クリアできた、クリアできた。上の真ん中行こう。ショート棒、嘘でしょ。これにしてくれ、これにしてください。いや厳しい、ショート棒になっちゃった。最後の最後、エンちゃん何ついてんの。ああ、まあクリティカル、ああなるほどね、オーバーチャージね。そこそこダメージは与えれるかな。でも多分近接頼みになりそうだから、そうね、HP 十分あるからこっちでいいや。でクリティカルか、いやもう確実にダメージを与えていこう、オーバーチャージだわ。にショックウェーブ、まあまあ積もり積もればそこそこのダメージになるかな。いきます。あと2回です。あ、ここはまあクリアしやすいかな。汚染された種で、うん、あ、あ、おお、いいダメージ出すじゃん。おお、めちゃいいじゃん、ダメージいい感じよ。オーバーチャージさすがやね。ちょっとちょっとちょっと、ふざけてんのそれ。風がうっとうしい。よし、いけ。なんだその風は、やめてくれ。もうよし、でももう、もういないな風使いは。終わり。よーし、来たー。うん、1000本あるんで、あそこの箱はもう取らずに行きます。ボスまで来ました。上の一番右、まさかこれで行けと、これでいけと。雪玉は意味ないよね。まあ最後の叫びと霊気はいいわ。うん、でもこんなもんじゃない。入れるやつ別なんもないな。入れれないしね。 OK、 やったろ。まず最初にイリュージョナーから倒しましょうか。いや厳しい、これ厳しい、本当にこれ厳しいって。ちょっと待て、どうすっか。まあ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 、オーバーチャージだな、まずは。よし、いやでもそんなダメージないな。よし、
オッケー。ちょっと待て、いやー来やがったこいつらが、こいつらが来やがった、あぶねえ。よしオッケー。あーバカバカ、こっち来んなこっち来んな、あぶねえ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 、来んなって。よしもうダメージ全然入らん。よしよしよし、待ってこっち来るなって。よしもうこっち来るなって。お倒した倒した、いやもう倒して、オッケーオッケーオッケー、あとイリュージョンだ。よしあと1体あと1体あと1体、どこだ、うわちょっと待って、おっかい、回復回復回復、いけたーいけたー最後きつかった。はい、ということで、ランダム報酬でのタワー攻略できました。ちょっとねギリギリな感じだったけども、いけましたね。皆さんもぜひこれやってみてください。相当難しいですよ。では報酬を見て終わりますね。いいの来てくれ、頼むから。もうフルメタル、他はいらない。お重力重力と来てる、重力パルス来るなよ。出た出た、宣言通り重力パルスはもうデバフだってば、いりません。ああのシュルカーとかだったらいいのか、あれだったら集めた方がダメージが減るからね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。